アドルフォ・ターガヨーネ・ターゼッティ・アドルフォ・タルギオーニ、トッツェッティは、イタリアの昆虫学者、農学者である。フィレンツェで生まれた。フィレンツェ植物園の園長となったジョバンニ・トッツェッティの、息子の一人で、兄弟には、薬学者、植物学者のアントニオ・トッツェッティがいる。ピサ大学で医学を学び、1848年に、卒業した。フィレンツェに戻り、 医師として、オスパドレ・ディ・サンタマリア・ヌ・オーベで働いた。1854年に、フィレンツェ病院で植物学を教え始め、2年後、カッシーの農業研究所の所長となった。1860年に、現在のフィレンツェ大学の動物学の教授となった。1869年に、イタリア昆虫学会を設立し初代の会長となった。1875年に、 フィレンツェに農業昆虫学研究所を設立し、所長となり、修正その職を続けた。植物の害虫、横ばいの分類学研究を行い多くの種の記載を行った。アド、タグ、タシーズは、植物の学名で命名者を示す場合に、アドルフォ・タルギオにとって手を示すのに使われる。ありがとうございます。